九州に住む喧嘩自慢の不良高校生きよし。すいませんでした。不良たちから奪った餃子を持ち帰りますが、きよし、おお、餃子やないか。きよしのお土産。彼の家庭は借金で荒れていました。一刻も早く家を出たいきよしに、必要な資金もコネもありません。お前の母ちゃんまた借金踏み倒すきよ。何しようかあれ。何ね、きよし、どうした。母の借金の取り立てに、めっちゃ嬉しい。痺れを切らせた彼は、やめんね。奔放な母に怒りをぶちまきます。やめんか。あんた産んだ親やろうが。ああ、すまんな。さあ、わんなじゃん。ああ、俺が言うのもあれやけど、さらんで頑張らなぞ。そんなある日。やあ、久しぶり。少し大きくなった。さあ、オリンピック行けたのに。余裕で先祖は相撲とか、なんで人前で手伝わないかんのか。彼の噂を知った炎症部屋の親方は、儲かるよ。彼に相撲界の甘い未来を見せるのでした。横綱の年収はいくらでしょう。答えは億。土俵で稼いで楽させてやろうよ。親父さん大変らしいじゃない。ああ、肉追加ね。その帰路で情けない父の姿を目にすると、父の優しさに家族が仲良く暮らしていた頃を解雇します。ただいまー。朝青龍強いな。相撲は面白いな。うまく受け取れませんでした。この列車は11時55分。そして26号。力士になるため、故郷に別れを告げます。そして半年が経ち。休んでんじゃねえよ。おい、しっかり上がってくれ。早く行けよ。相撲部屋でのしごきを受ける毎日だ。それはこの野郎。ほら立て。なんだお前。キャッキャッ。すいません、すいません、すいません、すいませんじゃやろこれ。すいません、本当すいませんでした。すいませんじゃねえだろ。しかし彼の身の部分、あの俺の勝ち、そう簡単に変わりません。はい、序列によりご飯もろくに食えず、じゃ俺清水。はい、ちょこおぜ、てめえも来い。おい、ケツ拭け。先輩力士の排泄の世話までさせられ、すげえよな。でかくて流れねえからちゃんと割っとけよ。不当な扱いを受ける日々を送りますが、
かか、お前礼したら強くなるんかじゃ。おい、そこは親方を過ぎるのかい。彼の素行の悪さも目立ちます。おはようございます。稽古へ取材に来た新聞記者の2人。あ、今度相撲番になった国島。ほら、お前も挨拶しろ。お前って言わないでください。大変だね。おい、ラスキリ、リンクも自力ついてきたな。たーく、おい、ブスゴリラ早く上がれ。出たな、問題児。お前ブスゴリラじゃなんか、お前殺すぞ。そこで怒る、行け。早く入れ。モザイクばっかやってねえで本気で当たってみろ。押すんだよ俺。相撲に興味がない元政治部の記者国島は、喧嘩や柔道がいくら強くてもな、お前は押すことすらできねえんだよタコ。おい、だってブスゴリラ。おい、異常な稽古の光景に怒りを止められませんでした。おい、国島、やめー。さあ、よく分かってないんだよ。マジで頼みますよ。誰、俺だ、早く、誰、申し訳ない、行って聞かすから。自分の立場をわきまえろ。こっちはな、取材させてもらってんだよ。しかし、その怒りは、あ、大丈夫でしたか。いや、はっきり言っていじめです、恣意的暴力です。またいいことがあったら連絡してくれませんか。で、それなんか言ったら金くれるんか。当人には伝わりません。あ、彼と同部屋の力士清水は、四股をさ踏めば押せるよ。彼がおろそかにしがちな四股の大切さを彼に説きますが、それって逃げてるだけだよ、相撲から。語ってんじゃねえ、この雑魚が。なかなか聞き入れません。逃げちゃダメだよ、君は強いんだから。えんや、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。えんがくん、はい、お疲れ様です。よし、おぜ、よし。お前なんやこれ、お前これ月100万言うたやないか。ちゃんと説明しましたよね。誰が好きだな。さっさと上に上がらないと。なっ、辛い稽古だけで給料もろくにない。下積みにうんざりした清は、ついてくんなちゃ、ザコくんなちゃ。ずっと相撲が好きで、この世界に来て、でもすぐに分かったんだ。体型に恵まれなかった清水も、この場所は僕の場所じゃないって。逃げようとしていたのでしたが、尾瀬君はあの場所にいられる人間なんだよ。やけなんな、君が部屋を抜け出すのを見て、いや、あ、僕はこのためにここに来たんだなって。いや、青春ウケる。笑うな、戻ってって。君の相撲がもっと見たいんだよ、遠くからでも。逃げるのは僕だけでいい。彼の相撲に惚れた清水は必死で止め、戻れよ、約束だからね。清水は部屋を去ります。そうして、何やってんだ。四股踏んでおるんや。彼は土俵に戻るのでした。後日、いいか、
この前のこときちんと謝れ。わかりました。腹立つ。大変申し訳ございませんでした。まあ自分の間違いを認めたならそれでいいよ。頑張ろう。態度を改めた国島でしたが、もういいから。よしか、円やしっかり見とけよ。ほらしか踏め309 310 ほら上げろ。こんな意味ねえわ。宣伝は勝てるわボケ。いや、清は反抗を続け、レイヤー基礎の技術に真正面から向き合わない清はひたすら痛めつけられます。早くしろこの野郎。話違うじゃねえか。どうやって勝つんだ。パール坊ちゃんです。おい、ブスゴリだ。はい、てめえ。しかし清も引きません。しこってあれ何の意味があるんですか。1500年以上変わらず続いてきた稽古なんだ。相手を立てて稽古をした方が絶対合理的じゃないですか。全てにおいて必要なのは強靭な下半身なんだ。コットでの言葉で測るな、バーカ。バカ。その後、清は、おい、お前も手伝いや。それやって強くなるんかじゃ。あ？てめえ。もう終わる。父親が送ってくれた宅配に。運悪く礼をしそびれます。そして行くぞタコ、指名入ったんだよ。講演者に呼ばれた清と先輩力士。乾杯。いただきます。いただきます。いただきます。ナナミです。いやーもうこれちゃっていいですか。大勢大勢さん、珍しいお名前ですね。普通ちゃん。北九州の方？お近づきの印に一曲だって呼んなさい。気の合った嬢七海に乗せられ、キャバクラで出番をものにした清。続いて自分歌います。何も聞かせてくれない、思春期に少年か。どこだやろね。君は。しかし帰宅。もしかしてあの汚ねえ段ボール？ゴミかと思うて捨てときましたわ。ご苦労様です。です。せっかくの食料を理不尽に失います。ところが主犯格の先輩力士の組手を見極めると、よし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 、胸貸してやれ。反撃です。です。ちょっ、逃げてんじゃねえよ。彼の死ねえ。思考が足りてねえからだ。もう一歩のところで破れます。さっきの相撲 すごい惜しかったです。清の取り組みに感心した国島でしたが、ダイヤは黙っとけバカ。バカがバカって言うなバカ。相入れない二人は
お前さ、おもれ。徐々にお互いを理解していきます。しかし、ナナミにデートに誘われたキヨシは、Let's take a picture! お待たせ。いや、もっとちゃんと狙い、もっと前に出て、もっと前に行くよ。キヨポヨって呼んでいい？キヨポヨって強いと？無敵に決まったやろ。ねえ、手形ちょうだい。手形？ここにちょうだい。慣れない女性に釘付けになるもの。ナナミのアプローチに浮かれます。しかし、キヨシの元へ一本の電話が。はい、もしもし。え、大勢くん。おい。目もやれない父の悲惨な姿に。なんでこんなになっちょるんか。引き逃げて。ねえ、聞こえちょるんね。金もかかるんよ。母も容赦ありません。あんたが相撲で稼いでどうにかせな。そして清は、体温計外します。彼なりの優しさで父をねぎらい、あんたが相撲で稼いでどうにかせな。志向さ、褒めば押せるよ。自らの相撲に真正面に向き合うと、強くなり父を救うため、しこに誠実に取り組むのでした。しかし、あの問題児は序二段か。緊張感のない清。おぜ、すぐには成長の兆しが見えません。ほら、もう一丁。なんであんか、くそ。彼の乱暴な取り組みに。てめえの相撲はな、ただの点なんだよ。まあ、気狂うわ。先輩力士も喝を入れます。しこ。国島は徐々に相撲にのめり込むものの、知った興味が出てきたか。全然。まだ政治部への未練が残ります。ある日、これ円楽さんに渡してもらえませんか。先輩力士のファンに遭遇した清。こわ。そこへ母からの電話が。いくら。とりあえず50万ぐらい振り込んだって。50万。手術代を要求されるキヨシでしたが、彼の悪知恵が働きます。お前にミッションを与える。なんだよお前、気色悪いの。すごい凝ってる。九州出身の不良少年が踏み入れた神聖な相撲界。嫌がらせや逆境に屈せず応援してくれる父のためにも、果たして彼は立派な力士へと成長できるのでしょうか。ネットフリックスオリジナルドラマ、サンクチュアリ聖域。喧嘩に明け暮れた不良少年がお金と名声のために相撲の道へと踏み入れる今作。大事な
あったらもたん過酷な稽古としごきに耐える青年にムエタイやキックボクシングなどの経験のある俳優一ノ瀬渡をキャスティングし、リアルな暴力シーンも彼の経験が生きた、まさにハマり役という演じっぷりでした。どうも芝居うまいな人権に敏感な記者の国島役にはデッドプール2など海外での活躍も目立った忽那汐里が登場。まっすぐで負けん気の強い彼女を最後まで見事演じ切りました。分かっていました。さらに炎症親方にはピエール滝や仲間の力士の清水に染谷翔太まで邦画ドラマ業界の常連たちが集まり、勢いのあるドラマの布陣を固めました。あの野郎絶対殺すわ、絶対殺すからだ。今作ではスポコンとコンプラの対立や伝統と時代の変化などもテーマに織り交ぜ、ただの相撲ドラマだけではない面白さにネットフリックスの制作人たちが挑戦しました。1500年という伝統のある相撲ですが、部屋でのしごきを超えたいじめや各界の力関係などの闇もささやかれます。しかし、そんなテーマに切り込みながらエンターテインメント性も失わず、現在週間ランキングで1位を獲得、話題の作品として堂々と君臨しています。果たして清は次々襲う逆境に屈せず、一人前の相撲取りになれるのでしょうか。サンクチュアリ聖域、ネットフリックスでご覧いただけます。ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。邪魔じゃん。